皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はファイナルファンタジー7リバースのファミ通紹介をしていきたいと思います。星をめぐる新たな旅が始まります。広大で自然豊かな世界、ミッドガルの外は自然豊かな広大な世界が広がります。この世界をチョコボやバギーなど様々な乗り物に乗って探索できます。連携要素が加わった新たなバトル、遊びも豊富です。連携要素が加わったバトルはさらにダイナミックになりました。またファイナルファンタジー7リメイクから遊び要素も大幅に増加しております。世界にはクエストやミニゲームなど様々な遊びが点在しています。どれを購入するか、お好みの商品構成で、商品には通常版以外にもアートブックやミニサントラなどのアイテムがセットになったデラックスエディション、それに大迫力のセフィロスのフィギュアなども加わったコレクターズエディションなどが発売されています。ローソンやアマゾンコム JP、スクウェアエニックス、e ストアでは各種購入特典も用意されています。ダウンロード版ではファイナルファンタジー7リメイクインターグレードとセットになったツインパックも発売されて、2004年2月28日23時59分までの予約購入ならなんと9,878円で購入可能です。各商品の詳細は公式サイトなどでご確認ください。アナログレコードの発売が決定しました。ファイナルファンタジー7リバースより厳選した楽曲を収録するアナログレコードファイナルファンタジー7リバースビニールが2024年1月30、31日に発売決定しました。というわけで今回はこの辺でファイナルファンタジー7リバースのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。